随身に湧き絵巻古今和歌修女普遍菩薩像、大倉喜八郎大倉修古館は、東京都港区虎の門二丁目にある、日本、東洋の古美術が、中心の私立美術館である。運営は、公益財団法人、大倉文化財団、日本最初の私立美術館である。明治から大正期にかけて、大きな財をなし、大倉財閥を創始した大倉喜八郎が、 長年にわたって収集した古美術、天石類を収蔵、展示するため、邸宅の一角に1917年に財団法人、大倉修古館として開館する。開館から間もない1923年、関東大震災によって、当時の展示館と一部の展示品を失い、一時休館を余儀なくされたが、伊藤忠太の設計と大正土木による施工で再建され、 大震大火の中国風の展示館が1927年完成し、翌年再開館した。この建築は展示室から長い会場が伸び六角堂を経て表門に至る壮大なものだった。木八郎の死後は、その着難である大倉岸七郎が近代日本画など収蔵品の充実に努めた。太平洋戦争時の空襲も乗り越えるが、戦後、敷地内に、 ホテルオークラが建設されることを受け、一部の建物が整理解体された。1990年展示室は、都の歴史的建造物に選定され、1998年には、国の登録有形文化財、建造物に登録された。竣工以来50年が経過し、老朽化が顕著となったホテルオークラ東京本館の座、オークラ東京への建て替えに沿って、 中古間もリニューアルされることになり、谷口建築設計事務所の設計と体制建設の施工で、周りに増築されていた部分が撤去の上で約6メートル映化され、免震構造の地下階の増築によって、ロビーやショップ、ホール等が設けられ、2019年9月12日にリニューアルオープンした。竣工したザ・オクラ東京における最大の宴会場である平安の間には、 岸一郎が目指した平安のイメージを継承するものの一つとして、修古館が所蔵する岸一郎が収集した国宝古今和歌集所をモチーフとする壁面装飾が施された。設置運営者は公益財団法人大倉文化財団であり、日本、東洋の絵画、書籍、彫刻、陶磁器、執行、金郊、刀剣、能面、能装束、考古遺物など、 約2500点と中国の古典籍約1部を所蔵し、年間5回ほどの企画展を開催している。ありがとうございます。